ジェネレート。こう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 、あ、お、あ、これいいじゃん。あ、これいいじゃん。かわいい。はい、皆さんこんにちは、アミティ先生です。今日はAdobe の AI について紹介していきたいと思います。Adobe の Firefly っていうソフトがあるんですけど、それがですね、本当にやばいんです。めちゃくちゃリアルなんです。こんな感じのができます。すごくないですか、ハリネズミちゃん。めちゃくちゃリアルでしょ。もうちょっと怖いぐらいリアルなんですけど、今日はですね、この Adobe の Firefly を使ってこんな感じの可愛いね、バナーを作っていきたいと思います。ハリネズミとビールって検索したらね、こんなのが出てきたんですけど、まあこれをね、作り方をちょっと紹介していきたいと思います。で、前回の動画で Canva の AI の機能を紹介したんですけど、その Canva の AI の機能と今回の Adobe の Firefly と、まあどんな感じの違いがあるかなっていうのをね、ちょっと見てもらえると嬉しいなと思います。この Adobe の Firefly なんですけど、今ベータ版なんですよね。なので誰でも使えるわけじゃなくて、このベータ版を申請したら使えるようになるので、このね、申請ボタンをやってください。はい、そしたらですね、1週間か2週間後ぐらいに使えるようになりましたみたいな感じになるので、で、使えるようになると、このサイトからですね、この AI をね、使っていくんですけど、今日はこのテキストトゥイメージですね、テキストから画像を生成するっていうやつをやっていきたいと思います。はい、で、これ今出てきてるのが、Adobe のユーザーがね、この Adobe Firefly を使って、こんな感じのね、AI 画像をね、いろいろ生成してますよっていうのね。はい、で、ここの下のところにですね、自分の好きなワードを打っていきます。で、入れるときに、Adobe の Firefly は今、英語版だけなので、英語で入力してください。Hedgehog and Bear にしようかな。はい、そうするとですね、こんな感じでハリネズミの可愛いイラストがたくさん出てきましたね。で、今ね、イラストなんですけど、この右側のところ見てもらうと、フォトとかグラフィックとかがありますね。これ一回フォトにしてみましょうか。はい、そうすると、うわ、リアル。ちょっと気持ち悪いよ。そう、こんな感じでね、すっごいリアルなのが出てくるんですよ。すごいでしょ、ほんとに。で、この下のところがスタイルなんですけど、Adobe のね、Firefly のいいところは、ここでスタイルを自分でいじれるんですよ。じゃあ、例えば、ネオンにしようかな。ネオンにして、検索してみましょうか。あ、出てきた。すごい、いい感じじゃない？どうどうどう？すごい、ちょっとこの光がね、ネオンチックかな。サイケっぽい色になりましたね。やだはい、いい感じですね。で、ちょっと次行きましょう。次はヘッジホッグドリンキングビアにしましょうか。アットナイトバーで、この上のところですね、右上のところ、今スクエアになってるんですけど、ここでポートレートにしましょうか。縦長にして、はい、そうすると、あ、もう出てきましたね。あ、これとかいいですねバーで飲んでる。はい。で、ちょっとこの下のところもいじってみましょうか。これはね、カラートーンって言って、パステルカラーにしようかな。パステルカラーで、ライティングがドラマチックライティングにして、コンポジションはカメラをどの位置に置くかですね。上から撮影するのか、真正面から撮影するのか、画角広めで撮影するのかっていうのがあるんですけど、ここで、そうですね、ワイドアングルでいきましょうか。ちょっとファンタジーとかしてみます。ファンタジーはちょっとなんかおとぎ話みたいな感じになると思われる。はい。ああ、なるほどね。いい感じですね。ちょっとライトもネオンから、こういうあったかい系の感じになりましたね。はい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 。あ、いいんじゃないですか？いいですね。で、これね、ここの上のところで保存ができますね。JPEG がダウンロードされます。で、あとね、この左上のところに、show similar って書いてあるんですけど、選択したやつと似たような、絵が出てくるって感じですね。おー、おー、これとかいいですね。飲んでるね。ちょっと嫌だな。ハリネズミがちょっとビール飲んでるのとか。なんだろうな。もうちょっと品のいい感じがいいな。そしたら、ちょっとここをですね、ドリンキングからホールディングにしようか。持つビア、アットナイトバー、アウトサイドにしようか。外。ノスタルジックっていうのにします。で、下のところで、ゴールデンアワーにしましょう。ゴールデンアワーは夕日ですね。夕方のゴールデンな色の。アワーでございますね。はい。で、コンポジションは、ブラーリーバックグラウンドですね。ブラーリーはぼかしっていう意味なんですけど、後ろがちょっとぼけた感じの、バックグラウンドにして、ジェネレート。こう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 。
ここ、あ、お、あ、これいいじゃん。あ、これいいじゃん。かわいい。あ、いいね。このちょっと上見てる感じとかたまんないですね。かわいい。ちょっとこのさ、ドリンキングでさ、飲んでるよりも、やっぱりこうね、持ってる方がいいよね。あ、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 かわいい。かわいい。あ、これもかわいい。あ、いいじゃん、いいじゃん。これがいいな。これにしよう。これでさ、いっぱいいっぱい保存していくんですよ。でね、前回キャンバやったんですけど、キャンバは、ダウンロードできる数が制限があるみたいですね。はい。でも、アドビは検索し放題ということで。来い。これ楽しいのよ、やっぱりね。こう、ワードでどんどん変わってくるし、右側のスタイルとかでも全然変わってくるから。あ、あー、うわー、やだー。すごいやだー。おっさんみたいだね、この話。ちょっとワード変えましょうか。ビアをスモールビアにしましょうか。ちっちゃいビールにしたら、こういう感じで持って、ちょっとこう乾杯みたいなしてる方がいい。あ、あ、あ、うん。これいい、これいいかも。あ、かわいい。これめちゃくちゃいいじゃん。OK。こんな感じでございます。皆さん、どうですか？やっぱり、リアルですね。なんか、キャンバーは、もうちょっとレベル低いって言ったら怒られるかもしれないですけど、このリアリティがまだちょっと足りないかな。でも、アドビはですね、やっぱりこう、今までのクリエイティブで、蓄積してきたこの AI の技術があるせいか、やっぱりリアリティがすごいですね。で、今回はですね、ちょっとこのイラストね、私が前ちょっと検索いろいろしてたら出てきたやつがあったので、これを使ってバナーを作っていきますね。で、バナーを作るときはですね、キャンバーに持っていきたいと思います。はい、じゃあキャンバーを立ち上げて、この右側のね、アップロードのところから自分が保存したやつをアップロードしていきます。じゃあこれをタッチ。はい。そうするとこんな感じで配置されますね。これ見てもらうとわかるんですけど、この下のところにね、Adobe Firefly Beta ってこう書いてあるんですよ。で、これね、ちょっと消したいと思います。で、消すときは、キャンバで消せるんですよ。この写真編集を押してもらって、マジックイレイサーって、これちょっと有料でしか使えないんですけど、これを使うとですね、このブラシで、この部分をね、コニコニコニって消すんです。そうすると、周りの画像からですね、うまくこの文字のところだけをこんな感じで消してくれます。ちょっとオレンジ残っちゃってますけど、今回はいいでしょう。はい。はい。そうすると、こんな感じで綺麗に消えました。もうね、画像がやはりいいので、もう文字載せるだけでいいかなって感じなので、はい。テキスト押して、見出しを追加を押します。iPad Mate Night ということで、6月24日にですね、iPad Mate のコミュニティのみんなと飲み会というか、オフ会をするんですけれども、今それのバナーを作ってると思ってください。はい。で、このコミュニティにはですね、NFT を買うと、入ることができますので、ぜひ皆さん、NFT 買ってください。6月の2日から6月の4日発売でございます。はい。では続きまして、フォントを変えます。フォントはこの上を押してもらって、リブレバスカービルっていうのにします。結構有名なフォントかな。はい。こういう感じで、ちょっと細文字の、おしゃれな品のある感じがいいですね。ここに何のね、文字を載せるかっていうのは結構重要ですね。もうコピーは超重要、クリエイティブの中では。こう、ビジュアルとコピーでもう全てが決まると言っても過言ではないですね。はい。なので、心酔いだと、アイデアがたくさん出てくるのは私だけでしょうか。一緒にアイデア出ししたくなりません？飲み会で。で、ちょっとフォント変えます。ハンナリ民調っていうのがね、私結構好きで。はい、そうすると、ほら、ちょっとこういうね、ほろ酔い感あふれるフォントというんですか？はい。じゃあ、日付とかを入れたいので、下に帯を入れます。ここ、上のとこ不透明度ですね。不透明度でちょっとこう透けさせます。でてる、ここに。はい、こんな感じでどうですか？
いい感じでしょ。このハリネズミちゃんもめちゃくちゃいい表情をしてるしね。ハリネズミがビールを持ってるこう画像ってね、なかなか作れない。合成でも難しい。そういう時はですね、この AI を使うとめちゃくちゃ良くなるとね、もう一瞬でできてしまうので、それがいいですよね。もう最高すぎる。もう Adobe の Firefly ね、私これ使ってみてめちゃくちゃファンになったので、はい、これからもね、たくさん作っていきたいなと思うんですけれども、はい、ぜひね、ベータ版があるので、申請したら使えるようになるので使ってみてください。はい。で、今回作ったこちらのバナーですね。6月24日にオフ会があるので、ぜひこのオフ会ね、来たい方は、NFT 買ってもらえると嬉しいです。6月の2日から6月の4日に、買えるようになりますので、サイトから買う感じになるので、それまでに仮想通貨の用意と、あとメタマスクの登録っていうのが必要になりますので、やり方、概要欄のところに載っけておきますので、ぜひね、それ見て、頑張ってチャレンジしていただけると嬉しいなと思います。はい。ということで、今日は以上です。バイバーイ。